皆様こんにちは。今日はお休みの中で若い感じのアーティストトークにお出かけいただきましてありがとうございます。美術館の30周年記念展の第3回目で松田豊さん、それで、ヨゼフ・ボイス、それ次に若い感じさんの当館の本命の作家なので、前回の、ボイスのトークも、若井さんがやってくれたんですが、ちょっと、脱線が多くてっていうふうに、お話ししてましたけど、今日は全体に自分の作品のインスタレーションっていうか、設置する作品が珍しく、ここでできたので、それにちなんだ、宗教と地中海、地中海をテーマにした、作品なので、思う存分、思いのところを語りたいって言ってますので、よろしくお付き合いください。はい、わかりました。ありがとうございました。それじゃあ、これで本題なんですけど、一応、今回私、地中海という展覧会をやってるもんですから、地中海にちょっとついて説明。うちで作ったチラシがあるんですけど、チラシを読んでいただけると、もうそこ要約されてますから、一番わかりやすい。さっきのちょっと話の続きなんですけども、そのユダヤ人という人たちがそのユーフラテス川 の、その今でいうペルシャ湾の入り口の2番目ぐらいの都市に住んでるんですね。ウルとかいう都市に住んでる。そこにアブラムっていう族長がいて、日常暮らしてるんだけど、どうやらそのなんか典型を受けるっていうか、レレレっとなってね、神様の声を聞くわけです。それでちょっと不思議な宗教で、本当にそのヤーウェイっていうそのユダヤ教の神様っていうのは嫉妬深くて怖くて、日本人がその信仰している仏教なんかと比べるとものすごい恐ろしい神様です。でそういう人と契約をするわけですね。でその時にもちろんそのアブラムの時代のヤーウェイ自体の発言を見てると、多神教世界であるということは肯定してるんですね。その中で自分という唯一神を信仰しなさいって言ってるのが、ヤウェイっていう、本当は言葉に出しちゃいけない神様の名前なんですけど、そこで契約をするわけです。それでお前たちが私の民になるんだったら、その約束の地に連れてってあげるっていう、そう言われて、その都市を離れて旅立つわけですね。それで物語の中ではまるで自分の家族を連れてって10人ぐらいの娘や息子や女房や女中さんたちで行ってるようなんだけど、読んでいくと変なんで、戦争もあるからそんなはずなくて、やっぱりユダヤ人という一種の何千人かのグループが移動してるわけですね。でそうするとそのユーフラテス川がずっとカスピ海の方にこう流れてってるんですけど、そこずっとこう北上していくわけです。そうするといろんな都市があって、それでゴムラとかそういそのいろんな町があるんですね。それでそういう中にバグダッドなんてその時代にもう出てくるわけです。それで自分たちが目指して歩いていく、北側にはシリアって国っていうか地域があって、もうその頃からもうすでに地図上にある、そういうこと、そこに後ろに地中海の古い西暦前20年頃の地図が書いてあるんですけども、そこにもうインドも書いてあるし、そのアラビアもあるし、そこに出てます。それでここにその小さなジグラトっていう、バベルの塔みたいなものがあるんですけど、こちら側がその母アンナ、それでこっちがマリアなんですね。でこれはだからユダヤ教が始まってこの人の時代まで来たっていうことを一つの彫刻が表していて、そのアブラムが旅をした思い出としてジグラトなんかがあって、こういうそれでこちら側にその約束の地っていうのが蜜と乳のあふれる地って、その時代では蜂蜜のような蜜と、羊の乳ですよね。そういうものが富の象徴なんですよね。だからそういうものがあふれる土地に約束の地に行くっていう、そういう物語がこの中に、だから中に入ってる女性像っていうのは、これは母親のアンナだから、これから産むマリア像が中に入ってるんですね。でそれはもう完結して完璧に出来上がってる。でこちらが今度マリアだから、そのマリアの方には中に
これから生まれてくるイエスっていうのが象徴的な形で、まあ、あの作られてるんですけども、まあ、それで、まあ、シリアからちょっとこう南の方に行って、まあ、エジプトの手前の今のイスラエルの土地に今の地図と大体ほぼ同じのイスラエル王国、まあ、十二部族のベンミヤミンとかユダとかいろんな部族の、まあ、連合国家ができるんですけど、まあそこ行ってみればね分かるんですが、あの当時やっぱりエジプトっていうのが大繁栄していて、一方そのエジプトから見ればあの北東の方にはギリシャがあるわけで、その一番貿易の中継地点なんですね。だからもう、最も商売になる場所、本当に約束の地なんですよ。なんか地理上で見ればあとんでもないいいところに目をつけたなっていう、まあ、だからそれは神様が言ったのかアブラムが言ったのか、それで後にそこで王国ができてアブラムはアブラハムっていう名前になるんですけども、まあ、こういう作品を作るっていうのは私宗教についてずっと関心があって、これとは時代が違うんですけど、後ろの絵画っていうのもこれバイブルの物語を書いてるんですね。それは天地創造から楽園追放、それからまあ、ノアの箱舟ね。それでまあこっちが受胎告知で、これがその洗礼、バプティスマ。それでこれはまあ卓形図でゴルゴダの丘を中心にした。で私まあ、写真とインスタレーションを主にずっと仕事をしてきて、そのまあある程度年を取って絵画を始めるんですね、絵を。それでまあその始めるにあたって、その自分で絵なんていうものをインスタレーションと同じように作れるのかどうかっていうことで、自分でまあ試すためにキリスト教の名画に挑戦するっていう。でキリスト教の名画っていうのはもう12、3世紀の頃からずっと今日の近くまで名画がいっぱい重なってるわけですね。そういう中で全く新しいビジョン、全く新しい図のそのキリスト教の名画面ができるかどうかっていうのを試して、まあ一応自分としては今まで見たことのないキリスト教絵画っていうものを発明できたから、まあちょっと自信を持って絵をやっていこうって、それで描いたものですね。だけど自分の関心が常にその宗教だったりいろんなことを、まあ社会問題がテーマなもんだから、時代が違う時に作ったものもこう合わせても合うようにできてるんですね。まあそういう形でまあこの展覧会をやっていて、まあそれでその今日はこれ現代美術についてお話しするつもりで、まあここに座ってるんですけども、まあそのこの今ユダヤの話をして、まあ、ここにある作品っていうのはそのメノーラっていう、それはろうそく7本のろうそく立てなんですね。でこれがそのユダヤ教ではもう絶対にその聖画像みたいなものを認めないからシンボルがなくて、結局十字架の代わりにこれを拝んでるっていうのもおかしいんだけど、まあシナゴーグに行くと何もないですよ、空っぽで。それでテーブルみたいなのがあって、これがポンと乗ってるだけで、そこで長老がお話をしてっていうことで、宗教的シンボルがないんですね。だからみんな拠り所としてこれがまあ拠り所になってる。だからこれはまだこちら側でユダヤ教のままだって、こっちはキリスト教になっていくんだ。それでキリスト教っていうのは、まあ地中海っていうのはもうこの周りにはもう女神、女の神様をその祀る宗教がいっぱいあるんですね。それが最後に集合してマリア信仰になるんですけど、だからキリスト教っていうのは変なもので、その地中海のさまざまな女神のその信仰をまあ一手に引き受けてその存在している。だから
キリスト教の信仰の人の半分ぐらいがイエスじゃなくてマリアを信仰してるっていうか、で特にその18世紀の終わり、ほとんど19世紀ですけど、19世紀はもうヨーロッパ中にマリアが出現するんですね。それでまあ、あのルルドとかそれとか、まあファティマとか、あれはまあ最後の方なんで、19世紀の初めの方、パリのど真ん中のヒティ島にも現れるし、ここにマリアが現れたってとか、それから別の地域にも、そこに新しくメダルの教会っていうのができてます。19世紀っていうのはそれぐらい、まあフランス、ヨーロッパ、あのボイスがそのバラを瓶に入れてこう講演してる写真のポスターがあって、ここにこの間飾ったんですけど、それもボイスがそのシリンダーに水を入れて赤いバラを刺すと、赤バラはドイツではマリア信仰の象徴なんですね。だからドイツにはもうパッと分かるわけです。それ見ればもう言葉はいらないんですよ。だからそこで彼は100日間こう討論会をするんだけど、その新しい社会についていろいろ勝手なこと、直接民主主義とか今でいう緑の党について話をするから、激論でまあ喧嘩みたいになるんですね。だからもうけんけんがくがくのすごい論争になるけど、我々はマリアの愛の精神にのっとってここで対話してますっていう象徴として赤いバラを刺すわけですね。まあ、それぐらいまあドイツ、ヨーロッパっていうのはあのまあイエスだけじゃなくてマリア、それでこのこちら側にちらっとマリア像が十字架のような形してる、新しいマリア信仰が始まってるけどまだ未完のまんまの彫刻としてここに置いてあるんですね。まあ、そんなふうになってます。それでそのユダヤ人の功績っていうのは何かっていうと、我々はそのユダヤ教が出てきてキリスト教に進化して全く違うものですね。ユダヤ教はものすごく厳しくて怖い神様だけど、まあキリスト教はインドまで行った人たちがインドの仏教の影響を受けてますから愛の神様なんですね。だから慈愛っていうことばっかり、それぐらい違いますけど、まあ一番重要なことはユダヤ人が今のカレンダーとか時間というものを発明するんですね。それまでの地中海 その宗教っていうのは輪廻転生なんですね。だから仏教と同じです。だから人生とか世界っていうのは常にこう円環で回ってるんです。春夏秋冬、始まりと中間と終わりと永遠に同じなんです。だから時間がないんですよ。自分もちろん年を取って死ぬけど、また自分は生まれてくるわけです。だから失敗だろうと何だろうと、自分は奴隷の身分だろうと、次は王侯貴族かもしれない。だそういうことでずっと円環の生活を暮らしているわけです。ところが一神教のキリスト教にまでなっちゃうんですけど、になるとどうなるかというと直線の考え方なんですね。だからそこで初めて現在と未来と過去が出てくる。だから直線で生まれたら終わっちゃうんだっていう、そういう直線の時間観というものをユダヤ人が発明するんです。だからそのユダヤ人の発明によって我々が今こう四季折々とか生まれて死んで現在未来過去があってという時間という考え方が生まれて、今現在そういう中で暮らしている、そういうものをみんなその明治以来ずっと普通に使って、まあ江戸時代にも生きてるんだけど、実はそういうことをユダヤ人がやったんだと、そういうお話です。でまあその地中海っていうのはさっき言ったように、まあこの文章を読んでもらって今の話で、あの今日のまあ、実は本題は現代美術とは何ぞやっていうことなんですね。でその、まあ、今その我々がその、まあ、現代美術って言ったりアートとかって呼んでる、こういう世界の中に暮らしてる。でこれはもうこの間にも言ったんですけど、それはまあ19世紀に始まる芸術至上主義っていう、まあ、考え方が生まれるんですね。まあ、19世紀の初めの頃なんだけど、まあ、フランスの人の、まあ、哲学者がそういうことを言い出すわけです。で、まあ、それところがその我々日本語で暮らしていて、まあ、英語的世界観じゃないから、その芸術至上主義っていうから、今行われている芸術至上主義的作品が、まあ、印象の頃からずっとそうなんですけど、まあ、芸術っていう言葉を使っていることによってみんなこう勘違いしちゃってるんですよね。だから私はあの作品至上主義っていうアートのためのアート、それでまあ言ってみれば英語なんかでは我々は日本語の中には芸術という言葉があって、ちょっと私はこれまだそのこれが芸術だというほどの自信はないわけですよ。まだ現代美術の段階だけど、現代美術で成功したものが現代芸術っ
になって芸術まで到達するわけですね。でそこまで行ってるなんて思わないから、一応私はこれは現代美術と呼んでるわけですね。だからその芸術って日本語があって、英語のアートが全部芸術に翻訳されることによる誤解で、今日のこう美術の世界の名門がずっと続いていると。で我々はその19世紀の半ばから今日までずっとその作品至上主義的なそのアートのためのアートという世界観の中にどっぷり使ってるんですね。それは何かっていうと、まあ、ロココの時代がそうだったんですけど、まあ、その感覚的芸術、まあ、アートですね。芸術って言っちゃうと素晴らしいものになっていっちゃうんで、ハイアートになっちゃうんでちょっと使えないんですけど、まあ、それはまあ享楽的な傾向を持っている、そういうものが印象派の時代に、まあ、蘇ってくるっていうか、ずっと忘れられてたものが出てくる。でこれはものすごい画期的な事件で、その今までその芸術が生まれたってから、この作品至上主義的な19世紀の半ば、そして印象派が出てくる、あそこまでは全て芸術っていうものは自然主義的芸術だったんですね。それでエミー・ゾラっていう、まあ、そのセザンヌの同級生、まあ、小学校からずっと一緒なんですけど、その人がまあ自然主義的芸術に対する論理的、まあ、根拠みたいなのも発表して、まあ、自然主義、まあ、それがクールベなんかの、まあ、リアリズムっていう芸術とつながっている。でそういうところにその作品至上主義的芸術観というのが出てきて、印象派のようなもの、あれだから感覚的作品なわけです。だから感覚的芸術って言っちゃうととんでもないハイアートになっちゃうから、それで感覚的アートなんですね。でだから我々はそれを近代美術と呼んでるんですよね。それはセザンヌが、まあ、整理をして、まあ、近代美術と呼ばれるようなアートの世界観が今日も続いてる。だからドキュメンタだろうとベニスベイナレだろうと日本の展覧会だろうと美術館だろうと何だろうと、全て世界中が今その作品至上主義的なそのアートのためのアート、娯楽アートという世界観の中にどっぷり使ってる。だけど私のおじいさんのおじいさんも、私の知ってる美術評論家のお父さんもおじいさんもどっぷり近代美術の世界にいて、そのアートのためのアートの世界の中にしか暮らしてなかったから誰も気がつかない。でそういう時に芸術を取り戻すっていう形で、そのまあキュービズムとか未来派の時代にマルセル・デュシャンというのが出てきて、現代美術っていうことを始めるわけです。で現代美術って何かっていうと芸術の実験場なんですね。だから私この中に書いてるんですけど、現代美術っていうのは制作を通してこれでも芸術家と問う行為ということをここに書いてます。と昔からこれ言ってて、でそういうことです。だから現代美術っていうのは芸術を志す人、それでその近代美術の中にどっぷり使ってる中で、こんな感覚的アートじゃダメじゃねえかって、これはロココだよって、それで芸術に目覚めようという、だから芸術を取り戻す運動がマルセル・デュシャンで、それがボイスまでつながってる。でそういう流れの中でキリコとか、まあ、ダリとか、それからマックス・エルンストとかという何人かのアーティストがそれに気がついていて、まあそうだよなって、こんな感覚的アートなんか全然ダメだよって、芸術を取り戻そうと思うわけですね。だから例えばそのデュシャンの誰だっけな、まあそれはいいわ、ここまた脱線しちゃうから、まあガウディの話なんかしていくとこの間も脱線しちゃってる、まあそういうことです。でその芸術っていうのはもう本来その人生のためのものなんですね。それその芸術だから作品至上主義っていう前に、その自然主義的芸術っていうのは、芸術っていうのはその考え方をちょうどその後に、まあイギリスの評論家がまあ人生のための芸術っていう形でまとめるんですね。それは人生のための芸術っていうのは魔術的芸術って言って、その作品のための作品っていうのは娯楽アートっていうふうに、まあまあ美術史なんか勉強する人たちは学んできてるわけで、なぜその魔術的芸術かっていうと、まあそもそもその自然主義的芸術っていうのはどこから生まれてきたかっていうから、ギリシャから始まるんですね。
だから全てこの作品もずっとつながってくるんだけど、ギリシャの西暦前6世紀頃にそのまあ全ての芸術が全部宗教から発生してるわけです。だから宗教に関わってるのが当たり前で、それ以外は娯楽なわけですね。それでその芸術っていうのは人生のための芸術だから、まあ ここのその19世紀で捉えるその作品至上主義の中では、まあトルストイ対まあそのオスカー・ワイルドって、オスカー・ワイルドはもう作品のために命がけで投獄もされるしっていうことですね。それでこう分かれる、まあだからトルストイの作品を読むと人生って何ぞやっていうことが分かる。だからその芸術、現代美術って何かっていうと教育教材だって、この間もここでお話したんですけど、教育教材だってことはその人生のための芸術だからですね。そこから自分たちはどう生きるべきかっていうことを学ぶわけですね。そういう要素、そういうものが含まれてなきゃいけないわけです。で、なぜそうなのかっていうと、そのギリシャの全ての芸術っていうのはその宗教から始まってるんだけど、そのまあ一番最初に行くとそのギリシャから始まって、アポロン的芸術とディオニストス的芸術というふうに分かれるんですね。そのアポロン的っていうのはもう本当白日で、そのリアリズムで素晴らしくて、ディオニストスっていうのはもう暗闇で乱痴気騒ぎで乱行でお酒飲みでっていう享楽的な種類で、そのギリシャの昔その前6世紀頃っていうのはまだ宗教だったわけです。それでそのディオニストスの宗教があると夜中にまあ乱痴気騒ぎでわーっていくわけです。でその時のその時人々は本当にそこでディオニストスを自分のものにしたと思うわけですね。でそういう思いっていうものを日常的にも取り戻すためにある舞台を作って再演するわけですね。そうすると そこに行くことによってそのディオニストスに出会って、まあ、教育強化されていくわけです、人間っていうのは。でそういう場というものが、まあ、入り口にこう2つの石が立っていて、そこ市民だったら誰でも入ってくる、神様だから、まあ、神社と同じで入っていくわけですね。そうするとそこにこう石で作った半円形 その座るその観客席があるわけです。それをテアトールっていうわけです。そうすると前にその半円形の舞台があるわけですね。その舞台をオーケストラっていうんですね。だからオーケストラの上で合奏する人たちはオーケストラになるわけですね。こっちはテアターになっていくわけです。それで一番前の席に座ってるのはそのギリシャ中の神社から、まあ、神主が呼ばれて決まった席にそのアテネの神様とかいろんな神様の席があって、民衆はその後ろ側に座る。そうすると円形舞台の背景に歌を歌う人たちが並んでるわけですね。でコーラスっていうわけです。それでだからもう全部そこにあるわけですね。それでまあいよいよこう演劇が始まって歌があって、そうすると主役が登場するわけです。そうアガメムノンなんていうのが出てきて、鎧兜をかぶってこんなね豪傑みたいな人が現れるわけです。そうするとそれは民衆が見ていると誰が見てもアガメムノンに見えるわけです。その人のことをタブローっていうんです。だから我々がフランス語で絵画のことをタブローって呼んでるのはそのことですね。全部そこからスタートしてる。で、まあそれがね、そういうものがずっと続いて、そのコカサス地方から、まあ、ギリシャ人と後に呼ばれる人たちが今のギリシャの地に来て、ギリシャの地にいた先住民である人たちを奴隷にして繁栄を尽くして、それで多神教的世界観、まあ、コカサスのすぐ隣はコサックですよね。そういうまあ勇猛果敢な部族で騎馬民族だから、それでまあギリシャって国が出来上がる。それでそこでそういう宗教がある。でところが前6世紀頃になってくると、その舞台で行われていることを日常的に楽しみたいっていうことが出てくるわけで、だからそこで宗教が芸術に初めてなるんですよね。でそれで演じるっていうことが出てくるわけです。そうするとそういうスターが出てくる。そうするとコンペティションがあって、その、まあ、台本を書けって。でそうすると6世紀頃になってくるとそういう人が出てきて、それが一等を取って、それでまあ有名な
演劇的なものを作って、そこから演劇という芸術が始まるんですね。だからそのシェイクスピアも舞台が、最初の舞台はね、円形の舞台なんですよね、当然のことで。まあそういうことで、まあギリシャからそれは、それはだから誰が見たって自然主義的芸術なわけです。人間は人間で、天使は天使で空を飛んでいて、普通の風景がある。それがずっと、だから全ての芸術はルネサンスだろうとバロックだろうと何だろうと自然主義的なんですね。でその自然主義的芸術がずっと続いてきて、そういう中でね、ちょっとロマン派であるとかっていういろいろな色分けはあるっていうだけのことだった。ところがとんでもないことがその19世紀に起きちゃったわけです。それでまあ現代美術とか読んでる我々の世界観が生まれてくるわけですよね。だからそれは、まあ、言ってみれば反自然主義的なものになっていく。そうすると印象派のやってることがよく分かってくると。でそういうものが今にまで続いてて、それは感覚的芸術なんだと。ところがそれが長く続きすぎて、結局それはその作品のための作品、娯楽アートだから娯楽でしかないんですね。で結局その現代美術っていうものは、そのそういう中で、まあ、最近もう使われないんですけど、脱近代っていう言葉はもう古くなっちゃっててどうにもなんないんだけど、まあだからこれはその社会論の中でね言うと、それはそれなりの意味がある。美術の世界できちんと言った時に、この言葉の前に大事な言葉があるっていうのは、その脱近代っていうのは脱近代美術なんですね。でそういうものの旗手っていうのがマルセル・デュシャン。だからマルセル・デュシャンのやってる作品っていうのは宗教芸術なんですね。最初に芸術が生まれたその自然主義的な芸術観というものを取り戻そうとする運動。ところが前衛という言葉でまあくくられて、それで現代美術も近代美術の最先端に過ぎないんだっていう解釈で、新しいうちは現代美術だけど、それもだんだん近代美術になっていっちゃうんだみたいな。だからその現代美術でマンネリ化したたちは、した人たちっていうのは近代美術になっていくんですね。で現代美術で本当の芸術に到達した人たちだけが、私が歴史上名前を言ってるような人たちになっていて、まあ今はそうじゃない人たち、例えばアンディ・ウォーホルなんていうのはまさにまあその風俗美術、要するにまあその感覚的芸術っていう隣にその民衆画っていうのがあるんですよね。その民衆画っていうのは今日までずっと続いてて、その19世紀20世紀になってくる頃にはその風俗画の方からも印象派の方にこう影響が入ってきて、印象派の方もどん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 風俗画の方に入っていって、それと例えばルノワールなんて初期の頃はいいけれど、晩年はもう民族画みたいな方に行っちゃうんですね、堕落して。でそういうふうになってくると、今度民衆画の方からその素朴派なんてルソーが、今度民衆画の方から近代美術の方のピカソの方にこう入ってくる、そういう交流がある。だけど我々はそういう近代美術の世界観の中に暮らしてるってことですね。まあそれで19世紀からまあ20世紀になっては、私はもう20世紀の方はまあいろいろ問題がいっぱいあるんで飛ばしちゃうんですけど、まあ皆さんも大体知ってて、まあ戦後特にね、その私が注目するのは、そういう中でなんとかその人生のための幻想を、だからいわゆる現代美術を意識的にやってる人たち、そういう中には例えばイギリスのベーコンなんていう人も入ってくるし、それからまあ戦後で有名だったらボイスの拡張された芸術の概念っていうのはそういうことですよね。要するに脱近代美術、現代美術であって、さらにデュシャンがやった以上のこととして、彼はそれはその直接的に政治とかそういうものまで芸術を拡張する、結局緑の塔という政党まで作るっていうようなところまで拡張させちゃう、そういう現代美術だから最先端に行っていて、それは彼の作品というのはかなりのものが宗教的テーマをずっと扱ってるんですね。だからマルテル・デュシャンのも次の展覧会で詳しくお話しますけど、マルテル・デュシャンの
大ガラスという作品も私ここで展覧会やったんですけども、あれも全くの宗教が、デュシャンの時代ってさっきちらっとお話したんですけど、マリア信仰が19世紀っていうのはものすごくこういろんなところにマリアが現れて、そのファティマなんかはどういう予言をしたのか、まあバチカンが取得してるからわからないんですけど、いろんなことが予言されてて、そういうまあマリア信仰っていうものがこうすごい活発化してる時にマルティネ・デュシャンは生まれて育って、それですごくそのまんまスムーズにマリアっていうものを作品のテーマに据える。だからそういう社会的背景があってマルティネ・デュシャンはマリアを、それでマリア師匠展っていう大ガラスの作品を作るんですね。だからそういうちゃんと突飛なモダンアートみたいな形で新しいだろうっていう、新しければいいんだという考えでああいう大ガラスを作ってるんじゃないっていうことですね。まあそれで私がその30年前にこの春日の森現代美術館っていうのをここに設置して、そのまたこれこれですけどね、まあこの時もお話したんですけど、これが大ガラスっていう作品で、まあそれを絵にして解読するとこういうことになるんですね。ここに9つの鋳型っていう制服を着た男どもがいるんだけど、真ん中に女性がいるんですよね。どう見てもマネキンみたいのがあって、でこれそのラファエロのマリアの結婚という絵があるんですけど、これ独身者たちに囲まれて真ん中にマリアがいる。これをそのまんまああいう木型みたいな形のものに置き換えた。それでこのチョコレートマサイキとか粉砕機っていう、これチョコレートはね前もお話ししましたけど、結婚初夜のその美薬なんですね。だから今でもヨーロッパで結婚するとお父さんとかお母さんが夫婦のところの枕元にチョコレートを置いといてくれるんですね。だからチョコレートっていうのはせっせと頑張んなさいよっていう美薬なんですよ。だからチョコレートマサイキっていうのはまさにここでマリアが結婚をして、それで身ごもるっていうことでチョコレート粉砕機。だから私はここで生命の泉に置き換えてるんですね。それでまあこちら側にこう3つのこう輪があるんですけど、これは生まれたイエスにサン博士がやってきたっていう、サン博士の冠ですよね。だからここにサン博士の冠の顔を描いてる。まあそれでここに花嫁っていうのがあるんだけど、花嫁っていうのはヨーロッパではマリアしか考えられないんで、マリアが昇天していく。で3つの窓があるのは三位一体の神ですよね。主とイエスと聖霊、もう当たり前のことで、だからこんなの宗教がなんだってことはすぐ分かるわけですよ、ね、だけどもうトールさんとかすったもんだして、錬金術だのなんだの機械化時代のなんとかっていろんなこと言ってる。まあそれはそれで面白くて、そういうふうに思わせるようにデュシャンも作ってるわけですよね。でそれを我々が楽しめばいいわけ。まあそういうことで、まあ今日はそのとにかく脱線して、この間脱線しただけだったらよかったんだけど、脱線して転覆しちゃったんですよね。そうするともう修復できないっていうことで、今日は脱線しないようなお話でなんとかまあちょっと現代美術っていうものが何だったのかっていうことと、一番キーワードっていうのはその芸術至上主義って、その作品至上主義ね、そういうものの世界観の中に自分たちがいて、実は150年間ずっとモダンアートの中だけにいてるんだっていう、そういう中で何人かのアーティストたち、先駆者たちっていうのが芸術を取り戻すっていうことで現代美術っていうふうに我々は特別に呼ぶような社会状況があると、そういう中のいい作家たちを追っていくべきだと。で私もそっちのアーティストの方を憧れて、できることだったら現代美術から現代芸術の方に自分の作品を昇華できれば素晴らしいことだと思ってやっている。でそういうことを分かってもらうためにこの その春日の森現代美術館というのを作ったんですね。春日の森現代美術館というのは、私は社会的普遍芸術と呼んでるんですけど、それはその
1982年83年ってものすごく古くて、もう皆さん のおじいちゃんの時代かもしれないんですけども、私ドイツに1年間行ってて、それで83年の9月に帰ってくるんですけど、83年の7月にデュッセルドルフのクンストハレで総合芸術への傾向っていう展覧会があったんですね。ハロルド・ゼーマンっていうもう、まあ、20世紀最高の、まあ、美術評論家っていうか美術コーディネーターっていうかとんでもない人がいて、その人が時々すごい大展覧会をやるんですけど、それを見てなんだかもうタルトリンの第3インターの記念塔の模型とか、ガウディのサグラダ・ファミリアとか、ヨゼフ・ボイスの十字架とか、まあそのワーグナーの楽劇の舞台とか、いろんなものが混在してて、なんじゃこれやってまんま帰ってきて、よく分かんないまんまで、結局総合芸術って言ってるから分かんなくて、それを自分としては社会的普遍芸術に置き換えることによって了解したんですね。でその芸術作品っていうのは社会的普遍芸術じゃなきゃいけないんですね。だからその社会的っていうことは、社会的な問題とか社会的なこうインボルブとかインフルエンスがなければダメなんだっていう、それでその普遍的っていうのはそのどこへ持ってってもその普遍的な価値考え方が共通概念の中で了解できる、例えば環境問題なんていうのは まさにその普遍的なテーマなわけですね。アフリカ行って環境だって言えば、アメリカ行ってもどこ行っても同じです。でそういうことが社会的普遍芸術だから、そういうものじゃなきゃいけないんだけど、今例えばマリリン・モンローみたいなものを印刷すればそれで済んじゃう、どんどん売れちゃう、これは娯楽アートですね。だからそうすると印象派の頃にその、まあ、風俗画と、まあ、近代美術がこう融合していったりして、まあ、そのお互いに混在していく、今も今日もこう例えば戦後21世紀は特にアニメっていうのが近代美術の方に入ってくるわけです。逆にだからちょうど印象派の頃にルーソーなんかが素朴派が風俗から、まあ、近代美術の中に入ってきたように、現代ではアニメが近代美術の方に入ってきて、まあ、主役になってる。でそれが本当の神聖の我々が何千年と永遠と続けてきた芸術だというふうに勘違いしてるっていうことがすごく問題で、そのことがずっと私は憂いてて、まあ、こういう美術館を作ってこういう講演会して、そして社会的普遍的芸術の、まあ、サンプルとしてこれを作ってるんですね。だからこういう作品も私としては一応社会的普遍芸術だと思ってるわけです。みんなこれは社会的に共通の対象問題になりうると思ってるし、それからこれからの芸術っていうのはこういう作品になってくるとどん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 拡張されていって、その例えばガウディの作ってる作品っていうのは社会的普遍芸術なんですね。だからあれはその例えばケルの大聖堂っていうのを社会的普遍芸術の中で私はサンプルに使うんだけど、その13世紀ぐらいにその変な修道僧が現れて、ケルの町のど真ん中でここに教会を建てようってレレレってなるわけです。そうするとそこの貴族に話をして、それと貴族はじゃあ土地あげるよ、それでその、まあ、ちょっと図面描いて、それでまあ木こりがやってきて木を切り始める。その頃もうその人たちは死んじゃいますよね。それを引き継いで、でそうすると石工が来て石を積み上げてだんだん積んでいく、とという石工がまあ基盤を作って教会を作り始めると、周りにパン屋さんとか郵便局とか洗濯屋さんができて、でその人たちがいないと困るわけですよね。そしてそれがまあ18世紀ぐらいまでずっと、実際には600年以上かかってるんですけど、ケルン大聖堂は600年かかってあそこにケルンという大都市を完成させてるんですね。それが社会的普遍芸術なんです。ただ教会を建てるってことじゃなくて社会的なんですよね。でそういう芸術っていうものを21世紀は考えないと、インスタレーションの次に来るっていうのはそういう芸術だろうって、こういうふうにエータはインスタレーションやってるんじゃなくて、どうもボイスを考えてると、もっとその先で誰でもが発案者で、だから誰でもが芸術家なんですよ。誰かがレレレってなってね、その自分の距離にこんなもんやったら面白いと、面白いねって言ってお金を出す人、そこでボランティアで何か運ぶ人、そこで何か演奏する人っていろんなのが集まってって、
ね、50年とかするととんでもないものが何かある。でそれがずっと忘れられないようないいもので観光客が来る。そうすると街が潤う。そういうのが社会的普遍芸術で総合芸術なんじゃないかなと私は思っていて、そのサンプルとなるような形でここに、だからこれはここの美術館でやってる企画展だけじゃなくて森に入って森が何なのかっていうのを感受してほしいんですよね。おそらく百何十年か経つともう日本もこの辺も全部砂漠になっちゃうわけですよね。それでロシアと北方三国あたりしか人間が住めなくなっちゃいますよね。でそういう世界観が今あってそれにあがらってるわけですよね。最近は空気の中から CO2 を抜き出す方法とか何か物品を作るとかいろんなことが考えられていて、今私はそっちの科学者に期待しています。あの危ない粉をまくっていう人たちとかいろんな人が今いて、日本ではそういうことを政府も挙げてそういう科学者を奨励していないけれど、外国では CO2 をどうやって吸収して温暖化を止めるかっていうことを今実際に考えています。そうじゃないとおそらく10年ぐらいのうちに大西洋の海洋大運動っていうのは止まるんです。あの冷たい氷の水が水底に流れていってそこにあったものを上に上がってくるんですね。だからその北極から流れてくる冷たい水が入って大西洋太平洋に入ってこないと大きな海の循環というのが起きないんです。それが起きないと攪拌しないから海っていうのは死滅していくんですよね。でだからもうおそらくそのノルウェーの鮭なんか絶対日本はもう買えなくなります。もうおそらく5年か10年のうちに買えなくなりますよ。魚取れなくなって日本も取れなくなります。もうどん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 温度が上がってますから、気温が 1.5 度上がったらお魚にとっては30度ぐらいの温度が上がったことになるんですよ。1度が7度か8度の違いだから、人間の1度と魚の1度は7度の、魚にとっては7度の水温だからどんどん離れていきますよね。それでベーリング海峡の冷たい水がどん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 少なくなってる、溶けてるから。だからベーリング海峡の両側に住んでるロシア側とアメリカ側に住んでる現地人の人たちは500年間鮭を取って暮らしてきたわけです。鮭の皮を使ったり食べたりで、今あの人たちは鮭がもう来ないんですよ、一匹も。グリーンランドとかあの辺の人ところに。だから政府が鮭の缶詰を配ってるんですよ。500年以上エスキボーみたいな人たちが鮭食ってたのに食えないですよ。タラバガニは一匹もいないんですよ。去年までいたものが一匹もいなくなっちゃう。水温の変化でみんな移動しちゃう。深すぎて死んじゃうか、違う浅瀬で暑くて死んじゃうか、どうなってるか知らない。それがみんな起きていて、そんなこと知らないまんまのんぽりなバカな政治家たちが日本が永遠に続くと思ってるわけ、続くわけないんですよね。でそういうことで現代美術っていうのは政治的な発言も必要なわけです。ヨゼフ・ボイスが教えたように。であんまりちょっと過激になっちゃうんでこの辺でやめとかないと、あの後ろの方でうちのかみさんが心配そうな顔をしているので、この辺で今日は脱線も転覆もなく終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、あの脱線しなかったから。いやだけどね、あの例えばね、そのディオニソスという、まあ、演劇から始まったっていう、だけどあの面白いんだけど、その全ての芸術っていうのは宗教から発生してるわけです。でそれは例えば今もう奈良の方ね、その秋のあのあれっていうと、何なんだっけ、あのお墓参りするさ、うん、秋、春と秋にあるじゃない、お彼岸で、それ私そのお寺の名前ちょっともうボケてるもんだから全然ダメなんだけど、奈良の方のお寺でね、あの秋のお彼岸の時にあの観音様のこう金属の冠をかぶって装束した人たちがお堂からそのね、その念仏寺のお寺からどーっと出てくる、そういうお練りがあるんですよ。それは仮面劇なんですね。で、まあ、ギリシャも仮面劇で、それでギリシャの前6世紀ぐらいから5世紀にかけて演劇が始まって仮面劇で始まって、
それで悲劇から始まるわけですね。だからあらゆる芸術が悲劇じゃなきゃいけないんですね。だからルイ14世の時になって、まあ、今でいうそのフランスの悲劇みたいなのがあそこで出てくる。それまではずっと演劇っていうのは悲劇です。それはまあずっとオデッセイの頃から悲劇なわけですね。でそういう流れが、まあ、その日本の場合だとあれが能になっていくわけですよね。だから仮面劇でそこにね、その観音様の来迎があったようなものを演劇的に見せる、あれは宗教活動ですよ。でそれに仮面をかぶって宗教的な題材をその能が演じるわけですよね。そうすると全く日本でも同じことで、まあ、時間的にはもう何千年という差があるけれど、日本の芸能芸術能というものがもともとは、ね、その観音様の来迎、南無阿弥陀仏によって臨時の時に現れるということを演じているものがそのまま、だからやっぱりその日本の能なんかでも、まあ、最初はあのお堂っていうのは小さなね観音堂みたいな一つのものですよ。そこに観音様が飾られてるわけね。で坊さんたちは外から拝むわけ。ところが雨の日も多いわけですよ。そうするとお金もできてくるから、そのお堂をもう一つ周りに大きいお堂を作って、今度お坊さんたちは中に入るわけですよね。そうするとまあ真ん中に中心ができて、周りに回廊みたいなのができて、そうすると後ろ側に広背壁っていうのがないと、まあお釈迦さんでもね観音様でも後ろ側がちょっと寂しいっていうか怖いわけですね。そうすると後ろ戸っていうのがあるんですよ。戸が4つ、東西南北に戸があって後ろ戸があるわけです。ちょっと後ろ戸から魔物が入ってくると神様仏様が危ういっていうんで、そこで能は後ろ戸能っていう能を踊るんです。そこで綺麗にして、そこから下級の坊さんたちと一緒に能楽師が入ってきて、それで法要が始まるんですね。だから全く能っていうものが、その後ろ戸能があった頃からずっと宗教的なものが今の芸術になって、シェイクスピアの芸術になっていく。でまあシェイクスピア出たからあれなんですけども、例えば今のジョイスとか、それからいろんな小説家が20世紀活躍してるけど、その文学の世界っていうのはとにかくそのダンテの新曲っていうものが文学の鏡なんですね。でもう一つがシェイクスピア。だからそのゲーテなんかも含めて文学っていうのはヨーロッパ、日本人はそう思ってないけど、ヨーロッパの人たちは第三の男になるっていうことが文学者の願望なんですね。ダンテ、シェイクスピア、そしてまあそれがジョイスだったり、そういうまあジョイスが第三の男になるっていうことが向こうの文学運動です。それとまあそのね円形劇場っていうのはどうして円形劇場なのかっていうことも全部そうやってつながってる。これはまあ脱線で脱足ですよ。もう終わった話で、個人的なお話をしてるんで。すいません失礼しました。じゃあ終わらせていただきましょう。いいの？いいですか。なんかあれですかね、質問とか受けますか。質問するのあれじゃないか、何か興味をなんか早かったじゃないですか。質問する人はちょっとここにおひねりを置いてからしていただければいくらでもお答えしますわ。何か本当にちょっとおかしかったとか、何か疑問に持たれたとか何かあったら何なりと、まあ、あと作品をねちょっとそうなるべくこの片付けてよく見ていただいて、まあね、向こうでおしゃれも飲んでいただければ。そうですね、よかったら一回ちょっとこれの全体のインスタレーション見ていただいて、コーヒーとかちょっと温かいものを用意しますから、いかがですか。何かね早口でしたけどどうですか、聞こえました。これ後でまた文字に置き換えようと思ってますけど、まあねいいですよ、ここは片付けましょうね、まあ展覧会の作品見ていただくのがね、はい、本人もいますし、よかったら声かけてお尋ねください。はい、そういうことでありがとうございました。